皆さんこんにちは。 MS クリニック総院長の葉山義孝です。今回は包茎手術についてよくいただくご質問にお答えしていければと思います。手術時間はどれくらいですか？重症度によって異なりますが、ほとんどの場合、手術時間は30分から1時間ほどになります。仕事で忙しいのですが、手術後の通院は必要ですか？基本的には術後のケアはご自宅で行っていただきます。ご自宅のケアで問題がなければ、消毒処置による通院は必要ありません。ナイロン糸を選択した場合は抜歯のために来院が必要です。痛みにとても弱いのですが、手術中の痛みはありますか？手術中は局所麻酔を行いますので痛みを感じることはありません。手術から完治まで最短でどのぐらいの期間がかかりますか？個人差はありますが、ナイロン糸の場合最短で3週間で抜歯が可能です。溶ける糸、吸収紙を使用した場合は糸が脱落するのに5週間から6週間ほどかかります。糸がすべてなくなるまで性行為は禁止です。手術痕は残りますか？外科手術なので手術跡が完全になくなることはありません。ですがご安心ください。当院では手術跡が目立ちにくい自然な仕上がりに徹底してこだわっていますので、他人から見てもわからないほど自然な包茎手術の仕上がりを実施しています。重度の嵌頓包茎なのですが、どんな包茎でも治せますか？重症度に関わらず治療可能です。血を見るのがとても怖いです。手術中や手術後に血を見てしまうことはありますか？手術中の出血はすぐに止血処置を行いますので、患者様が意図的に手術している場面を見ない限り血を見ることはありません。手術後は患部が包帯で覆われますので血を直接見ることはありません。患部に負荷がかかった場合など稀に出血してしまう場合がありますが、大抵の場合は包帯に滲む程度ですので心配はありません。抜歯がいらない糸があるって聞いたんですけど、糸はそのまま残ってしまうということですか？抜歯がいらない糸は吸収紙と呼ばれる糸を指します。この糸は時間の経過で皮膚の下の部分が溶けて、皮膚の外側にある結び目の部分がポロ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 と糸くずのように落ちていきます。糸くずのように落ち始めるのはだいたい手術をして5、6週間後、ほとんどの方は5、6週間でポロポロ落ちます。ただ中にはポロポロ落ち始めるのに8週間程度かかる場合もあります。なお何らかの事情でこの吸収紙を早く抜きたい場合は最短で3週間経てば抜歯することは可能です。いずれにしましてもこの吸収紙は皮膚の下の部分溶けてなくなりますから、糸が残るということはありません。無料再診察は再手術が受けられるということですか？再手術が必要な場合は再診時に患部の状態を確認してからの判断になります。また再手術は術後1年以内のお申し出に限り一度だけ無料で受けることができます。包茎の種類によって手術の料金は変わってきますか？包茎手術の手術費用は基本切除で99,000円、精密切除で22万円、特別切除で33万円となり、下正方形、嵌頓方形、新正方形で変わりません。嵌頓方形の場合は包皮の先端が狭くなっているため狭窄解除手術11万円が別途必要となります。新正方形の場合はこの狭窄解除手術と癒着剥離手術別途16万5000円が必要となります。最後までご視聴ありがとうございます。合計10個の質問にお答えしましたが、皆さんいかがでしたか？他にも気になることがある方はコメント欄にて動画の感想などと合わせて質問内容もコメントしてくださればできる限りお答えします。ぜひコメントの方もよろしくお願いします。あなたの味方、自信に変える、 MS クリニック。あなたが変わる変わる変わる、 MS クリニック、 MS クリニック。